愛子さまが初の宮中ランチで見せた品格。今回ご紹介するのは、2024年になって早々にして華々しいニュースが絶えない愛子さまについてです。2月9日、愛子さまは日本を訪ねているケニアの大統領夫妻を歓迎する昼食会に臨まれました。体調不良として欠席した紀子さまの代理という形で、外国からの賓客をもてなす公式行事に出席された愛子さまでしたが、立派なそのお姿に、日本の未来は明るいと感じた方も多いでしょう。そんな愛子さまのご活躍を詳しくご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。笑顔満開、愛子さまの公式外交デビュー。2月初めの明るいニュース、ついに愛子さまが外国要人を招いた国際親善の午餐会に初めて参加されました。この報道に喜びの声を上げた国民はとても多かったのではないでしょうか。愛子さまの記念すべき初めての公式外交デビューは、2024年2月9日、ケニアのルト大統領夫妻が来日した際の皇居・宮殿での午餐会。愛子さまはオフホワイトにも見えるペールピンクのセットアップワンピースに、お揃いの色の帽子、パールのネックレスとイヤリングを合わせていらっしゃいました。このコーディネート、ふんわりと柔らかな笑顔の愛子さまにはとてもお似合いでしたね。愛子さまは午餐会の前に天皇皇后両陛下からルト大統領への紹介があったのですが、その際愛子さまはスワヒリ語で挨拶され、ルト大統領が大絶賛された場面もありました。何でも事前に天皇皇后両陛下からスワヒリ語を学ばれたり、所作や振る舞いについて入念にご確認されたのだとか。何事にも真剣に丁寧にお気遣いされる愛子さま、そのご成長ぶりはきっと雅子さまというお手本とすべき女性の姿を間近で見てこられ、さらには何事もご一緒に経験されてきた賜物ですね。しかしながら、ご参会の際に部屋に入られた愛子さまは少し緊張されている様子も伺えました。いくら国民からの大きな期待があるとはいえ、愛子さまはまだ22歳、緊張があるのも当然のことでしょう。自分や自分の子供が22歳の頃を振り返ると、とてもではありませんが、そのような緊張に耐えられません。そんな愛子さまのお姿を雅子さまが笑顔ながらに見つめていらっしゃるのですが、まさに母親の表情といった感じで、心配されているというよりかは大丈夫よとエールを送っているように感じました。そんな雅子さまの視線も後押しになったのでしょう。愛子さまはルト大統領と投資貿易産業長官の女性との間に着席されると、隣の長官と笑顔で会話されていらっしゃったのが印象的でした。身を乗り出されて相手の目を見て、会話も余計な間は全くなかったと言っていいほど頻繁に口が動いていらっしゃいました。ケニアではスワヒリ語と英語が公用語です。はじめに愛子さまもスワヒリ語でハバリ、ごきげんようと挨拶され、そこからは通訳を介さずに英語でお話しされました。長官からは、外国はどこを訪問されたことがありますか、大学では何を勉強されているのですかと質問されたそうで、愛子さまは大学では日本文学を学んでいる、さらには外国はイギリスとオランダを訪れたことがあるとお答えになり、ルト大統領から、じゃあ3カ国目はケニアだねと言われるなど、大いに盛り上がった午餐会だったと宮内庁関係者は言います。またルト大統領は愛子さまの英語力、コミュニケーション力に大変感動されたそう。初めての公式外交という大舞台で堂々とした振る舞いを見せられた愛子さま、笑顔を忘れることなく真剣に生き生きとお話しされる姿が雅子さまと似ていらっしゃるなと感慨深くなった方も多いのではないでしょうか。大絶賛の愛子さまの振る舞い、期待高まるアフリカとの架け橋。午餐会の様子が報道されると、 SNS などには感激の声が多く届きました。圧倒的なオーラでしたね。表情が豊かで、映像を見ていて音声もないのに楽しんでいるのであろう和やかな雰囲気が伝わってくる。英語もご堪能で素晴らしい外交をなさっていますね。品格が終わりになり、
笑顔にも癒されました。お美しくて拝見するたびに嬉しくなります。愛子さまが加わり、天皇皇后両陛下をお支えくださっている御参会は、国民にとっても夢のように嬉しい、ありがたいものです。など、どの報道チャンネルにも1000を超える喜びのコメントが送られているのを見ると、国民が愛子さまのご公務を待ち望んでいたことが伝わってきますし、愛子さまの堂々たる振る舞いに感激されているのがわかりますね。また、静岡福祉大学名誉教授の小田部雄二さんは、今回の初公式外交を、愛子さまが今後関わられていく国際親善のご活動にとって重要な第一歩になったと思います。また国際的な会食の場で活躍される愛子さまのお姿は、多くの国民が望んでいたことでしょうと手応えを感じられるとともに、今後のアフリカ諸国との関係が深まり、愛子さまが訪問する機会が増え、日本のみならず世界が注目することで、アフリカ諸国が直面するさまざまな問題の解決の一助となるであろうことを期待していました。そもそもサハラ砂漠以南のアフリカ諸国との国際親善は、王室のある欧州各国と比べるとどうしても訪問が少なくなってしまっていることが、宮内庁の中でも長期にわたっての懸案となっていました。近年は高円宮妃久子さまが中心となってアフリカ諸国との国際親善を担っているのですが、56の国や地域がある上に、久子さまもお年を重ねられたこともあり、これまでのような交流が難しくなってきているそう。そこで宮内庁も政府も愛子さまに期待しているという話になってくるわけですね。実は愛子さまにはアフリカ諸国とのつながりでとても興味深いお話があることを皆さんはご存知でしょうか。その話は今回の御参会でも話題に上がったのですが、愛子さまが8歳の頃、当時は皇太子だった鳴人親王がケニアとガーナを歴訪された際に、お土産でアフリカの国名が書かれたパズルを愛子さまへと購入されました。愛子さまは大変それを気に入られて、遊びながら国名を覚えられたと同時に、鳴人親王が同国で視察されたサイやキリンなどの保護施設についてのお話をされ、幼い愛子さまは目を輝かせながら聞いていたのだそうです。この思い出のパズルは、2019年の愛子さまの誕生日にアフリカの地域情勢について天皇陛下と話されているご様子の写真が公開された際、一緒に写っていました。御参会でルト大統領から直々にケニアへ招待された愛子さま、ケニアだけでなくアフリカ諸国との架け橋となる未来はそう遠くはないのではないでしょうか。私たち国民も愛子さまが世界中でご活躍し、人々を魅了してやまない日が来ることを心待ちにしてしまいますね。人の役に立ちたい愛子さまの思い。皆さんもご存知の通り、2024年4月から日本赤十字社に嘱託職員として勤務されることになった愛子さま。そんな宮内庁の発表に、元宮内庁職員で皇室解説者の山下真司さんも驚いたといいます。宮内庁担当記者も驚いたようです。長く皇室を取材してきた記者たちも、大学院への進学もしくは留学だろうと予想していましたから、そんな周囲の予想とは違った決断をされた愛子さまですが、近年の愛子さまは新型コロナへの対応や災害救護活動などへの関心が高く、天皇皇后両陛下とともに日赤から説明を受けたこともあったそうなんです。関東大震災100年の節目にあたる2023年の10月にも、愛子さまは日赤を訪ねていらっしゃいました。きっと愛子さまの中では日赤へのご就職を心に決めていたのではないでしょうか。愛子さまはこれまでも福祉活動に積極的に関わっていらっしゃって、学習院大学が毎年開催するオール学習院の集いでは、アイメイト協会が主催する盲導犬と歩く体験を毎回されていらっしゃいます。また中学1年生の時には、看護師の愛子という小説も書かれていて、主人公が動物や魚などの診療に奮闘する話なのですが、翌年の2016年に学習院の生徒作品集に掲載されて話題を集めたこともありました。少女時代の頃から福祉に興味をお持ちになられていた愛子さまが、勉学を突き詰められるのではなく、
日赤へのご就職を選択されたのはある意味で自然なことだったのかもしれません。その熱意もいつも国民に気持ちを寄り添われる天皇皇后両陛下の背中を見ていたからこそ育まれたのではないでしょうか。また愛子さまがご就職を選ばれたのは天皇皇后両陛下を支えるためでもあるのではないかと山下さんは話されています。現在の皇室は高齢化も進み皇族数も減少の一途をたどっています。嘱託職員という形態を取ったのもご公務との両立を踏まえてのことだとか。皇太子時代より新しい公務を目指していた天皇陛下、そしてご自分なりの皇太子秘蔵を思い描かれた雅子さま、そんな実務派のお二人に育てられたからこその愛子さまのご決断は私たち国民の胸にもとても響きましたね。天皇家の内親王としてご両親を、さらには皇室全体を支えたいという愛子さまの強いお気持ちは日本にとっても大変心強いもの。これからの愛子さまのご活動に期待が高まります。愛子さまご活躍の裏側で。ここまでは愛子さまの華々しいご活動についてお話ししてきましたが、その裏側でこんな出来事が。実は今回の愛子さまの公式外交デビューは当初は予定されていなかったというもの。というのも本来であれば秋篠宮妃紀子さまが午餐会に参加される予定だったのです。宮内庁は紀子さまが胃腸の不調による体調不良のため愛子さまが代わりに出席すると愛子さまが代理での参加であったことを説明。とはいえこの欠席の裏側には別の意図があったのではないかと噂されていることがあります。それはケニア側から出席をお断りされたのではないかというもの。背景としては秋篠宮家が世界的にもバッシングされ悪評ばかりだからということで、週刊新潮によれば小室圭さんと眞子さまがご結婚する際に発覚した小室圭さんの母親による金銭トラブルのスキャンダルや、長男悠仁親王が2022年に子供ノンフィクション文学賞で佳作を受賞した作文の一部にガイドブックや研究機関のホームページと酷似した文章があったといういわゆる盗作問題が英国などでも報じられているようです。本当に秋篠宮家がケニア側から出席をお断りされたかどうかは分かりませんし、宮内庁側はもちろん違うというでしょう。しかしながらそれが事実であろうとなかろうと、そのような噂が立ってしまうこと自体が本来あるべきではないことですから、秋篠宮家が抱えるこの問題も見て見ぬふりをするわけにはいかないのでしょう。愛子さまが華々しくご活躍する一方で、子どもたちをめぐる問題で頭を悩ます紀子さま、このような問題が重なってしまうのも秋篠宮家の当主であり皇嗣でもある文仁親王が兄である天皇陛下にご相談されていないからではと、秋子さまが文仁親王に対して諫言とも取れる文章をコラムに書いたと一部メディアでは報じられています。その中で昭和の時代は勘の入りにつき、お中元につきなど、秩父宮家、高松宮家とご都合を合わせられ、さまざまな場面で本当にたびたびに御所にご挨拶に上がられている、ご兄弟の絆の深さが感じられるのはもちろんのこと、季節の移り変わりの大切さ、そしてそれに伴う体調の変化を気遣うという、日本で脈々と培われてきた相手を思いやる心遣いの美しさを垣間見られるようで、とても温かい気持ちになると述べられた秋子さま。眞子さまのご結婚や秋篠宮邸の改修費に対する批判など、秋篠宮家にトラブルが立て続けに起きていらっしゃるのが現状です。そのような中では紀子さまが参ってしまわれるのも無理はないのかもしれません。だからこそ天皇陛下をはじめとする周囲の方に相談されることが大事なのではないでしょうか。今堂々とした振る舞いを見せている愛子さまも過去にはお辛いご経験がありました。それでも家族で支え合い、時には周囲の人たちにご相談されてきたからこそ、今の笑顔が柔らかな温かい愛子さまになられたのではないでしょうか。天皇ご一家だけでなく皇室全体が明るい話題であふれることを心より願いたいと思います。愛子さまの英語力の秘密。
初めての公式外交デビューを見事に堂々と終えられた愛子さまですが、何よりもその英語力、コミュニケーション力の高さに皆さんも感動したのではないでしょうか。もちろん愛子さまだけでなく、皇室の方々は英語のスキルが高いですよね。その秘密は皇室独自の英語学習法にあるそうなんです。その学習法の起源は、幼少期の昭仁上皇が1946年より4年間お世話になった英語の家庭教師のアメリカ人作家エリザベス・バイニング夫人が行った指導方針です。著書の使用も禁止、意味もわからない中、昭仁上皇は身振り手振りで伝わる英語を学んでいかれました。聞いているだけだと何とも強引な気もしますが、ちゃんと自分から学びたいと思わせるような工夫がされている授業で、昭仁上皇の興味がある魚図鑑を英訳してみせたり、ボードゲームを同年代のアメリカ人と遊んだりする中で、おのずと知りたい、やりたいと思えることで英語力を上達させていかれたのだとか。まさに皇室の中が留学先の外国のような環境になっていたのですね。この学習法はずっと取り入れられていて、天皇陛下が幼少の頃も英語が書いてあるカルタ遊びをされ、興味の赴くままに勉強したそうです。だからこそ皇室の方々は自然と流暢な英語が身につくのでしょう。そして愛子さまもまた皇室ならではの環境を利用されて英語が上達されました。御所に外国の要人たちをお出迎えする際、非公式の場面では幼い愛子さまも同行され、片言の英語で挨拶をされたのだそうです。私たち日本人はそもそも外国の方と接する機会が多くありません。その環境こそも英語教育が身につかない弱点になっていると言われているわけですが、幼い頃より様々な人種の方々と触れ合い、自分の思いを伝えようと話しかける環境があった愛子さまならではの特別な学習法ですね。また御所に勤めている宮内庁職員も語学が堪能な方が多いようです。そのような方々に囲まれ、普段の生活の中でも愛子さまは英語でやり取りすることができるので、常にトレーニングをなさっているというわけですね。そして愛子さまには一番身近に最高の英語教師がいらっしゃいます。そうです、皆さんもご存知の雅子さまですね。海外生活も長く、留学経験もあり、外交官としてご活躍なさっていた雅子さま。その英語力は2019年天皇皇后即位後初の宮中晩餐会でも遺憾なく発揮され、通訳を介さずに流暢に話される雅子さまに、気難しい顔をしていた当時のアメリカ大統領トランプ氏の表情もいつしか笑顔になっていたといいます。大統領夫人のメラニア氏とも子を持つ母親同士の会話で盛り上がり、アメリカ側の関係者も雅子さまの英語を大変美しいと絶賛。愛子さまはそんな雅子さまから何時間も付きっきりで指導されることもあるそうで、その親子二人三脚とも言うべき努力が愛子さまの華々しい外交デビューにつながったのではないでしょうか。また天皇陛下も愛子さまが幼い頃より海外への訪問があるたびに、おはようやこんにちはなどの簡単な挨拶を教えると同時に、その国の歴史や文化をお話になられ、愛子さまが自然と興味を持たれるようにされていたそうです。ご一家で共に日本と世界を結びつけるために英語力を身につけようと努力されるお姿は、単なる英語力だけではない、人々を魅了する皇族としての品格や振る舞いにもつながっているのではないでしょうか。愛子さまが見せる別格のオーラは、家族のつながりの深さの表れなのでしょうね。今回は日本中が喜びと期待で沸いた愛子さまの公式外交デビューについて紹介してきました。2024年4月からは日本赤十字社にお勤めしながら、ご公務にも積極的にご参加される意向を示した愛子さま。人の役に立ちたいという愛子さまの強いお気持ちが、天皇皇后両陛下をはじめとする皇族の方々を支え、さらには日本の未来をも照らしてくれるものになることでしょう。皆さんはどの部分が印象に残ったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。